これまでの思い出を見るんですね。カノン、出かける用意は大丈夫か？うん、大丈夫。いつでも行けるよ。それじゃあ行こうか。お父さん、お母さん、それからおじさん、おばさん、行ってくるね。行ってきます。んじゃ、そういうことで出かけるぞ。この家からこの道を通って学校に行くんだと思うと、なんだかすっごく新鮮な気持ちで今日からは毎日一緒だよ。風花だけ別の学校だけどな。あ、そっか、風花ちゃんまだ中学生だもんね。なんだよ、別に通る道は同じなんだから仲間外れにしなくたって。おはよう、みんな。おはよう。あ、ユノと先輩、おはよう。ユノ、今日は朝練ないんだね。よかった、一緒に学校に行けるね。え、朝練？朝練…どうしたの？朝練はその…体調不良です。突然の腹痛。え、だから急にお腹が痛くなっちゃったから私はお休み。でも登校前にはどうにか治りました。あ、そういうことか。つまりサボったと。いいの？そんなことして。いいじゃん、たまには。せっかく今日からカノンと一緒に学校に行けるようになるんだし。そう言ってくれるのは嬉しいんだけど。サツキさん的にはいいの？そういうの。ユノがいいというのなら私は構わない。そうなんだ。だったらいいんじゃないか。ユノも先輩もいいって言ってるんだし。そっか、そうだね、ユノ。それにサツキ先輩、来てくれてありがとう。一緒に学校へ行こう。うん、行こう。それじゃあ出発。やっぱり病院にいる時よりもぐっすり眠れるような気がして。そうなんだ、よかった。この声は。ああ、やっぱりだ。ユノちゃん、カノンちゃん、フーカちゃん、それと対馬先輩、おまけにミナト。そういう言い方するだろうと思ったよ。どうしてこいつがここに。そんな嫌そうに言わなくたっていいじゃないですか。俺はただパンを買ってただけですよ。いや、それにしてもラッキーだったな。今朝は寝坊したんでユノちゃんの朝練を見損ねたと思ったら。おい、みんな、ちょっと待って、どこ行くの？行こう、関わらない方がいい。そうだね。さ、カノンちゃんも行こう。でも…まあこの反応もお約束みたいなもんだから。おーい、みんな待ってくれよ。待てってば。おーい、まったくひどいぜ。俺は何にも悪いことしてないのに。いいじゃないか、追いついてここまで一緒に来られたんだから気にするな。そうだね、みんな揃って学校に来られたんだもん。
どうしたの？だってみんなこれから一緒に校舎に入るのに、僕は一人だけ中学行かなきゃならないんだよ。あーつまんないな。残念だけどそれは仕方ないかもね。そうそう、ふうかちゃん頑張って早く高校生になって、うちの学校においで。頑張っても早く高校生になるのは無理だよ。んじゃ地道に中学生をやるしかないな。頑張ってこいよ、ふうか。わかったよ。それじゃあかのんちゃん、また家でね。うん、頑張ってね。お疲れさん。授業中ずいぶん眠そうだったな。え、バレてた？バレてたも何も、あんな頭を揺らしてたら誰だって気づくって。先生だって気づいてたぞ。まあ部活で疲れてるんだろうって感じで見逃してもらってたけど。そうだったんだ。練習するのもいいけど、あんまり熱を入れすぎないようにな。うん、ありがとう。今日眠いのはまたちょっと別の理由なんだけど。どうしたんだ？昨日夜更かしでもしたのか？うん、見たい深夜番組があって、バラエティのトーク番組。お父さんからはさっさと寝ろって怒られるし、お母さんも夜更かしはお肌の大敵よって注意してくるし。気持ちはわかるけど、無理して起きなくても。録画して後で見ればいいんじゃないか？それソータにも言われたよ。僕が録画予約しておくからって。家族みんな私に厳しいんだよね。はあ。お母さんは優しいだろ？うん、とっても優しいし綺麗だし、私も将来はお母さんみたいになりたいな。確かスウェーデン人だったよな。北欧の女の人ってやっぱり美女が多いのかな。どうだろうね。ロシアの人なんかはその分年を取るとすごいことになるイメージがあるけど。まあどんな姿になってもお父さんはお母さんを愛してくれるから大丈夫。すごい自信だな。だってお父さん、お母さんを一生幸せにするからってスウェーデンから日本まで無理やり連れてきたんだよ。え、マジか。それって駆け落ちなんじゃ。マジだよ。うちのお父さんは外交官でしょ。それでスウェーデンに行った時、たまたまお母さんに出会って一目惚れして猛アタックしたんだって。お母さんは推しに弱いからついついオッケーしちゃったとか。そうだったのか。人は見かけによらないな。そんな大恋愛をしてる人には見えなかったけど。人に歴史ありってやつだね。それに普段は外面もいいから。お父さん、あ、今の一応内緒にしててね。お母さんからこっそり教えてもらった話だから。ああ、わかったよ。私も推しに弱いところはお母さん似なのかもしれないな。どっちかというと似てるのは髪の色とか目の色じゃないか。あと可愛いところとか。自分で言うなよ。まあそんな感じで久しぶりにうちに遊びに来たりしてもいいんだよ。遊びな、もうずいぶん行ってないよな。小学校の頃とかはよく行ってたけど。そうそう、中学に上がってからは宿題を教えてもらう時くらいしか来てくれないもんね。そりゃまあなんというか、用もなく女子の家に行きづらいというか、なんかからかわれたりしそうだし。思春期ってやつだ。今だって思春期だってな。お前もそんなホイホイ家に男子呼ぶと誤解されるぞ。何言ってるの。家に呼ぶのは港だけだから大丈夫だって。それにもし誤解される相手が港だったら。うちの家族みんな大歓迎だと思うよ。なんか
ただ遊びに行くだけですごく大ごとになってないか。まあ冗談は置いといて、本当いつ来てくれてもいいからね。ちょっと言うの？お昼食べないの？さっさと来ないと置いてっちゃうよ。あ、ごめん、今行くから。それじゃあまたね。ああ、俺も誠となんか食べてくるかな。風花と一緒に帰ろうかな。高校の校門前で待ってるから一緒に帰ろう。よし、送信っと。今日の夕飯どうするかな。まあ一緒に帰るならその時にでも風花に聞いてみるか。お、もう返信か。早いな。何何？いいよ、ちょうど学校終わったとこ。すぐに行くから少し待ってて。あいつも終わったばっかだったか。それじゃ校門で待ってるか。お兄ちゃん、ごめんごめん、待った？俺も来たばっかりだよ。そっか。それじゃ行くか。あ、そうそう、今日の夕飯どうする？確か冷蔵庫の中空っぽだったでしょ。俺もそれ考えてたんだよ。帰りにスーパー寄っていくか。そうだね、そうしよっか。お兄ちゃんお金持ってきてるよね。お金？あ、忘れてた。まあしょうがないな。それじゃあ先に私がスーパー行ってるから、お家帰ってお金持ってきてよ。悪い悪い、それじゃあすぐ持ってくるな。うん、じゃあね、早く来てよ。わかったよ。何何？こんなにあるのか。覚えられるかな。お兄ちゃん。おーい、聞いてる？保護者ってわけじゃないけど、いつも一緒にいる俺がきちんと見てあげないと。お兄ちゃんってば。さっきから何ブツブツ言ってるの？あ、びっくりした。なんだよ風花。ノックしても返事なかったからさ。ほら、紅茶入れてきたから。ありがとな。カノンはどうした？部屋で荷物の整理してるみたい。手伝おうかと思ったけど、一人の時間も欲しいかなと思ってね。そうだな、いつまでもみんなであんまり構ってると気づかれしちゃうかもな。うんうん、それで代わりにお兄ちゃんを構ってあげようと思ってさ。なんでそうなる。悪いけど今はちょっと無理だ。どうして？忙しいの？ああ、だからまた後でな。なんだよ、いいじゃんちょっとくらい。落ち着いたらな。もし学校で具合が悪くなった時には。とう！うわっ！なんだよ風花、危ないだろ。だって全然構ってくれないんだもん。つまんない、構え。あのな風花、俺は別にお前の相手をどうでもいいとか思ってるわけじゃないぞ。これもカノンのためなんだよ、分かってくれ。カノンちゃんの？どういうこと？ほら、これ見ろよ。カノンのこれからの生活について注意してほしいことだってさ。学校生活での諸注意、団体行動での注意点、食事制限について、緊急時には。何これ、こんなにいっぱいあるの？そうなんだよ、
学校に通えるようになったって言ってもあくまで条件付きなんだ。カノンだってさ、日常生活に戻れて嬉しそうだし、ニコニコしてるけど少しは心細いはずなんだ。いつ何があるかわからないし、無理もできない。そうだったんだ。そんな不安定な状況なんだ。もし何かあったらどうする？俺たちがしっかり見てやんなきゃいけないだろ。ごめんお兄ちゃん、僕全然そこまで気が回ってなくて。まあその分かってくれたならいいんだ。お兄ちゃん、それ僕にも読ませて。そうか、お前も見ていてくれると助かるよ。うん、お兄ちゃんじゃカノンちゃんといつも一緒ってわけにはいかないもんね。なんでだよ、俺はできるだけ一緒にいるつもりだぞ。もしかしてそれを理由にトイレや更衣室まで一緒に行く気なの？そんなわけないだろ。そうだな、そういう時は風花に頼ることになるよな。ふふん、でしょ、カノンちゃん心細いかもね。僕たちが支えてあげなきゃね。ああ。今のところもう一度お願いします。今度こそ。おお、ブラボー、ブラボー、いつ見ても最高だ。ユノちゃんの演技はな、お前たちもそう思うだろ？そりゃ綺麗だなとは思うけど。ああ、マジで何回見ても飽きないよな。見るたびに弾むおっぱじゃなくて胸が魅力的でさ。言い直した意味ないだろそれ。まったくだ、ユノちゃんの魅力はおっぱいだけじゃねえ。お前たちちゃんと分かってるのか？胸は当然だが、キュッと絞ったようなウエストかな。意外と小ぶりの尻もいい。そこから伸びるムチッとしつつ引き締まった太もも最高や。ああ、まさに芸術。ユノちゃん万歳、ファンクラブ万歳だ。そうか、そうかじゃない。まったくお前ってやつは。それでもファンクラブ副会長か。桃の木の下で共に誓ったあの日の思いを忘れたとでも言うのか。勝手に過去を捏造するな。俺もユノの応援はしてるけどさ、マコト、あんまりここで騒ぐとだな。ん？なんだよ。また来てる変態たち。先輩、いつの間に。いや、俺たちは純粋にユノちゃんの応援をしてるだけっすよ。不純極まりない声と顔、どうにかして。うがっ、ユノと同じ空間に変態がいるなんて耐えられない。いや、俺たちはそんなんじゃなく、心から純粋にユノちゃんの応援をするものです。私も心から純粋にあなたたちがいなくなればいいと思ってる。できればこの世界から。ヒロイ、心の友、親友よ、お前からも何か言ってやってくれよ、ミナトって言ってるけど。まあそのぐらいで許してやってよ、サツキ先輩。こいつだって悪気があったわけじゃ。ユノの部活を邪魔しようってつもりじゃないんだ。ただそう、どこまでも純粋に自分の欲望に従っただけっていうか。フォローになってねえだろそれ。うん、早く消えて、痕跡も記憶も残さずに。さもないと。わかった、わかりましたから。うう、まだ全然見てないってのに。ファンクラブ撤退、撤退だ。いや、サツキ先輩が来た時点で他の奴らは逃げちゃってたけど。なんだと？みんなと、助け。まだグダグダ言うの。哀れなり。神城もユノの邪魔だけはしないで。ああ、来たのは誠に付き合わされたからだしな。まあ純粋にユノを応援してるよ。あいつすごいからな。
理解してるならいい。私は戻るけど、またアスカヤが来たら追い返して、実力行使も許可する。実力行使って、さすがにそれは…って言っちゃったか。にしてもユノ、練習張り切ってるな。根を詰めすぎなければいいけど。まあ、素人の俺が心配することもないだろう。そうですよ。ユノ先輩なら何でも乗り越えちゃいます。え？あ、夏目か。部活見学してたんだ。はい、ユノ先輩の練習を見逃すわけにはいきませんから。いつ見ても素敵ですよね、先輩の演技。いいえ、演技だけじゃありません。練習に対する姿勢や周りに見せる優しさとか。はあ。おおう、もしかして夏目もユノファンクラブに入ってたりする？ファンクラブですか？いえ、初めて聞きました。そうか。っていうかごめんな、あいつらと一緒にするのは夏目に失礼すぎた。そうなんですか？ああ、夏目もよく見かけるだろ。誠と野郎ども数人のグループをさ、あいつらがユノファンクラブなんだけど。ああ、あの人たちなんですね。いつも楽しそうですよね。楽しそうなのはいいけど、あいつらうるさいし、俺を巻き込もうとするし。まあここに来るたびさつき先輩に怒られて泣きながら追い出されてるけど、我が友ながら笑えるというか、呆れるっつうか。先輩もなんだか楽しそう。いや、まああいつを眺めてるのも楽しいけどな。ユノの邪魔になってるのはいただけないし、夏目はそういうのとはちょっと違うなって。大丈夫ですよ、なんたってユノ先輩ですから。先輩を思って送った声援なら自分の力にして絶対に応えてくれます。まあな。にしても夏目も結構なユノのファンだな。だって先輩素敵ですもの。私運動は苦手で何やってもダメで、正反対のユノ先輩にずっと憧れてるんです。そうか。それにしても夏目って。え、なんですか？私がどうかしました？ああ、いや、夏目ってもっと内気な子かと思ってたんだけど、ユノのことになると随分いろいろ話してくれるんだなって思ってさ。あ、ごめんなさい、先輩のことになるとつい。いや、そういうところ悪くないと思うぞ。しかしそんなにユノが好きなら。いっそファンクラブに入るか。夏目なら先輩にも怒られないだろうし。ファンクラブですか？いいですね。あ、でも。いや、待て待て、あいつらと一緒にするのはやっぱ夏目に失礼だ。うん、名誉毀損で訴えられても文句が言えないレベルで失礼だな。そこまでひどいんですか？ああ、あんまり友達を悪く言いたくはないけど、間違いなくそこまでひどい。うん、あれに夏目を混ぜるのはよくない。ま、今まで通りが一番か。と言っても俺は別に積極的にユノの部活を見学に来てるわけじゃないんだけど。ミナト？何してるの？一人で残って。マコトと来てたんじゃないの？あれ、ユノ、あいつらはさっきサツキ先輩に追い出された。それより練習は？休憩中。そういうミナトこそ何かあったの？いや、俺は。さっきまで女子と一緒に見学してたんだけど、先に帰っちゃったみたいだな。俺も邪魔にならないうちにおいとまするよ。練習頑張ってな、ユノ。うん、ありがとう。
買い物してたら遅くなっちゃったな。もう真っ暗だよ。早いとこ家に帰らないと。近道して帰ろうかな。ん？あれは昨日の女の人？あれはこの前森林公園で見た怪物か？なんだ、あの人怪物に囲まれてるぞ。現れたわね。さあかかってきなさい。あの人なんで逃げないんだ。女性一人でかなうわけがないだろう。とにかくすぐに助けなきゃ。え、あれはドリームフォーユーの歌じゃないか。あの人なんで私たちと同じ歌が歌えるの？すごい、歌で怪物たちを圧倒している。遅いわよ。あの身のこなしも戦い慣れてる感じだ。ちょっとミナトさん、ぼーっとしてる場合じゃないでしょ。早くあの人を助けてあげないと。あ、そうだった。アキラさん、大丈夫ですか？あなたは？待っててください。今助けますよ。危険です。こっちに来ないで。一般人ではそいつらに勝てませんよ。心配いりません。俺には D4U がついてます。ご協力感謝します。おかげで助かりました。いえいえ、アキラさんを助けるつもりがかえってアキラさんに助けられちゃいましたよ。ところでアキラさん、どうして D4U の歌を歌えるんですか？上白くん、あなたの協力には感謝しています。ですがそのことについてはお答えできません。え、そんな。では私はこれで失礼します。ちょっと待ってください。だったらせめてあの怪物の正体だけでも教えてくださいよ。あれですか？あれはウイルスに関係があるものです。ウイルス？最近はよくテレビのニュースなどでも報道されているようですが、見たことはありませんか？テレビのって まさか X 型ウイルス？人間を凶暴化させるっていう。そのように噂されることもありますね。とにかく今の相手はそのウイルスと何らかの関連があるもの、そう考えておいてください。じゃああのウイルスがもう日本に入ってきているってことですか？それもこの町に？それって大変なことじゃないですか。誰がそのようなことを言いました？だって今アキラさんが関連のあるものと言いました。ウイルスそのものとは言っていません。私はそのものを発見し対応する能力を持っています。でもあなたもその端末に入ったアプリを使えば私と同等以上のことができるでしょう。とにかく先ほどのものはその力によりウイルスに関連付けられる対象が可視化されたものとでも考えておいてください。はあ、よくわかりませんけど、じゃあ危険はないんですか？今のところは。そして危険を未然に排除するのが私の役目です。では失礼します。はあ、どうも。なんだかよくわからないな。アキラさん、いろいろ知ってそうだけど
どうして教えてくれないんだろう。結局あの怪物のことちゃんとは教えてもらえなかったな。ねえ、知ってることは教えてくれればいいのに。何か理由はあるんだろうけど、モヤモヤするよね。それにしてもさっきアキラさんが歌っていた歌、アズミたちの歌にそっくりだったよな。そうだね、全く同じってわけじゃなさそうだけど、多分お化けに聞く理屈とかは一緒なんじゃないかな。そもそもなんでアキラさんがアズミたちと同じような歌を知ってるんだ。それもわかんないね。初めに僕たちがどこで歌を覚えたかわかればそれもわかりそうなんだけど。ダメだ、今日のところは考えてもわからないな。うん、僕も少し疲れちゃったし、あんまり遅いとカノンちゃんとフーカちゃんに悪いからね。はあ、やっと昼休みか。疲れた。たく、半分居眠りしてたやつがよく言うぜ。昼どうするかな。外はいい天気だし、中庭で食べるのもありか。誠、お前どうする？何か持ってきてるのか？俺はいつも通りここで食うぞ。クラスメイトと優雅なランチタイムを過ごしているゆのちゃんを見守らないといけないからな。うん、ストレートにキモい。捕まる前にやめとけよ。なんだと？とりあえず通報だけはしておく、さつき先輩に。げっ、それだけは許してくれよ相棒。ほら、なんていうの、俺がゆのちゃんを見守るのはさ、いわゆる親心。じゃ、本当にやめてくれよ。別に悪いことをしてるわけじゃないだろ。ただ応援する女の子を見守っているだけで。よし、わかった。お前が先輩にいびられる光景を見守らせてもらうとするよ。頼むから。いや、マジで。本当に捕まるようなことはするなよ。じゃあ俺は行くから。あれ、港先輩？体育館以外で夏目に会うなんて珍しいな。2年の誰かに用事でもあるのか？いえ、そういうわけでも。まさかとは思うけど、俺の悪友みたいにユノのランチタイムを見守りに来ましたなんてことはないよな。なぜ目をそらす。ったく、せめて昼飯を食べてからにしてくれよ。昼休みになったばかりだし、夏目もまだ食べてないんだろ？私は実はもう食べちゃったんです。マジで？意外と早食いなのか。ちゃんと噛まないと太るし、体に悪いぞ。大丈夫です、もともと少しダイエットしてるので、あまり量もなかったんです。でもダイエットが必要な感じには見えないけど。あの先輩？おっと、いや、なんでもない。そうですか。あ、でもなんでもないにしても
女の子をジロジロ見るのは失礼だよな。ごめんごめん。いえ、私こそ声をかけちゃってごめんなさい。先輩、考え事をしていたのに。それはろくなことを考えてなかったんだし、むしろ現実に引き戻してくれて助かったんだけどな。先輩？ああ、いや、いいんだ、そんなこと。それより、ユノに会いに行くんだろ。そろそろ飯も食べ終わったんじゃ。いえ、会いに行くなんて、そんな用もないのに、私なんかがユノ先輩に。はあ、どうした、夏目？なぜよろける？いえ、大丈夫です。ごめんなさい。ただ、ユノ先輩と二人でお話なんて光景を想像してしまったら、あまりの幸福感でついフラッと。すみません、私なんだか怪しいこと言ってますね。ごめんなさい。聞いちゃいますよね。いや、そんなことないって。でも、夏目って本当にユノが好きなんだな。っていうか、夏目のそれ以外のことあんまり知らないな。私なんてそんな大したものじゃありません。私なんてユノ先輩と比べたら月とすっぽん、ミジンコみたいなものです。そこまで？なんか面白いな、夏目って。そんな好きなものがあるのは羨ましいし。そうですか。もしかして私、先輩にとても失礼だったり恥ずかしいところを見られちゃってます？おかしいです。私、男の人と喋るのって苦手な方なんですけど、先輩が相手だとついたくさんおしゃべりしちゃって。いや、全然オッケーだ。そう言ってもらえるのは嬉しいぞ。俺もまあ楽しんでるしな。湊先輩ったら。お食事に行く途中だったんですよね。ごめんなさい、なんだか長話をさせちゃって。そうだったな。危うく昼休みが終わっちゃうところだった。じゃあ俺は昼ご飯食べに行くけど。まあ、ユノを追い回すのもいいけど、先生に叱られない程度にしておけよ、夏目。あの、先輩。おう、突然大声を出してどうした？私が先生に叱られないためにも、その、先輩さえよければ一緒に。いや、でも私なんかじゃ。やっぱりいいです。ごめんなさい。そう？じゃあ俺から一つ頼んでもいいか？はい。今から昼ご飯を食べる予定なんだけどさ、寂しいことに一人なんだよな。まあ、孤独のランチって気分でもないし、夏目がもう食べたのは知ってるけど、ちょっと俺に付き合って話し相手になってくれない？ダイエット中の女子にはきついかもしれないけど。はい、私でよければ。その、特に面白い話とかはできませんけど、頑張ります。いやいや、普通に話してるだけで面白いよ、夏目は。特に湯の関係の話になるとまた一段とな。そうなんでしょうか。先輩が楽しいと言ってくれるなら嬉しいですけど。おう、楽しいぞ。で、いい天気だし外に出ようと思ってたけど、なんか希望ある？お
日様が見える場所なら屋上とかです？オーケー、決定だ。屋上のレストランに、まあそんなのないけど、特等席にご案内としよう。はい先輩って優しい。本当にいい天気ですね。ポカポカして気持ちいいです。ちょうど入れ替わりでベンチにも座れたしな。じゃ、いただきます。とお日様の下でお弁当も喜んでる気がします。先輩のお弁当本当に美味しそうですね。香りがここまで来ているような。そんな顔をしてもあげないぞ。ダイエット中なんだろう、夏目は。それはそうなんですけど。そういえばユノ先輩って料理はどれくらいできるんでしょう？どうだったかな。一通りできたとは。さすがに一流レストランのシェフには勝てないかもしれませんが、すぐにでも厨房に立てるぐらいとは思うんですよね。え？多分食材の目利きもバッチリご自分でして。いい玉ねぎだね。飴色になるまで炒めればルーにコクが出るはず。とか言ったり。おう。カレー？それで完璧に晩ご飯を作って帰ってきたご家族にささーっとフルコースを振る舞ったりして。カレーじゃなかったっけ？ゆくゆくは料理の巨匠とかになられたり。ああ先輩、料理をお任せしても素敵です。そうなったらユノに立ちふさがるライバルも出てきちゃうんじゃないのか。俺だったら、そうだな。疲れた。やっとだるい授業が終わってくれたぜ。いや、お前半分ぐらい寝てたような。細かいこと言うなって。赤点もらわなきゃ何の問題もないだろ。赤点王のお前が言うな。でも今はそんなことはいいんだ、重要なことじゃない。言い切ったな、赤点王。今本当に大切なことは体育館で新体操部の見学をすることだろ。つうわけで行ってくる。お前も一緒に行こうぜ、湊斗。俺と青春だ。絶対に行かん。てか、あれだけさつき先輩に追い回されてよく心が折れないな。ほら、よく言うだろ、心が折れた数だけ強くなれるよってさ。やっぱり折れてるのか。まあとにかく俺はパス。ファンクラブの連中と楽しんできてくれ。何言ってんだ副会長。人を勝手にメンバーにするな。しかも副会長かよ。またまた、お前もユノちゃんを応援してるんだろ。しかも昔から。だったら副会長にふさわしい。そりゃ応援はしてるけどさ、ファンクラブの一員と言われるだけで評判が急降下していく気分なんだよな。まあ女子からの評判は、と、じゃあ今日のところはお前は欠席でと。あ、ミナト、マコト君と二人ともこれから遊ぶ予定だったりした？カノン、いや、断ってたところだよ。俺としてはこいつとも一緒にユノちゃんの見学応援に行くつもりだったんだけどね。いやー、ミナトがクールぶっちゃってさ。男なら正直にさ。お前が自分の欲望に正直すぎるんだよ、たく。二人は本当に仲がいいんだね。二人はマブダチだからさ。
それよりもカノン、何か用事があったんじゃないのか。あ、うん、ちょっと寄りたいところがあるから帰り一緒にどうかなって思ったの。というわけで暇だったら一緒に帰らない？女子からのお誘い来たー。いや、お前は誘われてないですよね。まあ仮に誘われたとしても俺にはユノちゃんの応援っていう大切な役目があるからな。くー、分身したい。残像が見えるぐらい素早く動け。俺から言ってやれるのはそれぐらいだ。マコトくんって面白いよね。で、一緒に帰ろうって話だったな。行き先は同じなんだし構わないさ。ありがとう、ミナト。それじゃあマコトくん、また明日ね。あ、ユノのとこに行くなら私も応援してるって伝えてくれると嬉しいな。いや、話しかけたりしたらサツキ先輩に。努力はしてみるよ。先輩に見つからなくても他の部員にフルボッコにされそうだけどさ。ま、俺はもう行くよ。じゃあな、ミナト、カノンちゃん。俺たちも帰ろうか。うん。で、寄りたい場所ってのはどこなんだ？どこというか、いろいろとこの街を歩いてみたいなと思ったの。唐突だけど。本当に唐突だな。遺言みたいでものすごい不安なんだけど。最近体調はいい方なんだよな。いや、本当に。あ、大丈夫だよ、本当。ごめんね、ちゃんとした理由もあるの。私、久しぶりに戻ってきたけど、この街がどんな風に変わったのか見たことないなと思って。それで自分の足で見て回りたいってことか。なるほど。それなら案内役もいた方がいいな。うん。ミナトを誘った理由はそれだけでもないんだけどね。え？うん、おいしい。ああ、なるほど、これが理由か。つまり財布代わり。分かってた。ほら、ミナトも早く食べて。おいしいよ。ほっぺたがとろけちゃいそう。このいちごとクリームがもう最高。まあ甘いものは好きな方だしいいけど。確かにうまいなこれ。でしょ。こうやって歩くなら美味しいものを食べながらだよね。それに、ん？食べるなら二人のがいいね。一人より絶対楽しくて美味しいもん。カノン、ああそうだな。これからは二人、いや、それより大勢で楽しめるさ。ミナト、どうしたの？なんでもない。それよりどこから見て回る予定なんだ？どこでも案内するぞ。ありがとう。そうだね、まずはショッピングモールとか。ここにモールができたとは聞いてたけど、こんなに大きかったんだね。そういえばいつぐらいにできたんだっけな。家からだとちょっと距離があるけど、かなり便利になったよな。入ってみるか。今日はいいかな。外を歩きたい気分だし。また今度一緒に来てくれる？俺でよければ付き合うよ。その時は風花も誘ってやるか。いいね、3人でお買い物。そういえば子供の頃に行ったことあったけど、
ウタナミランドってまだあるのかな。ああ、遊園地な、まだ残ってるよ。改装と新アトラクションの追加を繰り返して未だに現役だ。つうかこの辺じゃ唯一の遊園地だし、人気スポットになってた気がするぞ。そうなんだ、今度見に行ってみようかな。ソロ遊園地、それは寂しいかも。ふうかちゃんも誘って3人で行きたいな。あ、俺もカズに入ってる？もちろん。ミナトって普段はクールだけど、そういうイベントになるときっちりと仕切ってくれるじゃない。まあ頼られるのは嫌いじゃないけど。そうだな、機会があったら3人で行きたいな。あら、カノンちゃん久しぶりじゃないの。聞いたよ、退院したんだって？ええ、まあ。ミナトちゃんとカノンちゃん、二人でどうしたの？お買い物？それともまさかデート中だった？おばちゃん邪魔しちゃった？邪魔しちゃったかな、若い二人。うざそういうのじゃないですよ。港に町を案内してもらってるんです。どれくらい変わったのかなって。あら、そうだったのそんな恥ずかしがらなくてもいいんだけどね。だってほら、若い二人でしょ。さっさとここを抜けるぞ、カノン。それじゃまた今度。うわ、なんだか中からすごい音が。ゲームセンターだな。割と最近できたばっかりだったっけ。あまり来ないし、ちょっと曖昧だな。ゲーセンに入るのはやめておこうか。ここからでもわかる通り。音の洪水って感じだね。昔は静かな場所だったのにな。なら次は少し静かな場所に行ってみようか。はあ、この公園は何も変わってないんだね。遊具は変わってるけど、ほとんど昔のまま。ああ、今こうして見ると小さな公園だけど、子供の頃はすっごい広く感じたな。いや、懐かしいな。本当だね。ねえ、ミナト。昔ここに一緒に来たの覚えてる？ミナトが私の手を引いてくれて。ごめん、覚えてない。そう、私とミナトと、それにフーカちゃん、みんなで遊んだんだよ。ほら、シーソーとか滑り台とか。確かに遊んだことは覚えてるよ。子供心にだけど楽しかった記憶が残ってる。いや、待てよ、なんとなく思い出してきた。みんなで遊んだというか、俺もお前も風花に引っ張られて連れ回されていたような。そうだったっけ。細かいことはいいじゃない、みんなで遊び回ったことは本当なんだし。まあな。うん、楽しかった。俺もお前も夢中で遊んでさ親を心配させては怒られたっけな。うんうん、港がおじさんにギリギリギリって頭をつかまれてるのを見て、すごい震えてた気がするよ。頭が。だけど今はそんな嫌な記憶すら懐かしいな。もう一度だけなら食らってやってもいいかも。ミナト、私も病院はあまり好きじゃなかったし、特に外国に行ってからはいい思い出もほとんどないけど、お父さんとお母さんが会いに来てくれた時のことはよく覚えてるよ。
カノンのおじさんたちは日本で病気の研究をしてたんだろ。なのにわざわざ海外までお前に会いに。入院が長くなるとね、孤独と不安で胸がいっぱいになってくじけそうになるんだけど、その度に二人が来てくれたの。お父さんはプレゼントをいっぱい持ってきて私を元気づけてくれて、お母さんは私の治療法を見つけようとずっと研究してくれてたんだ。それで一緒に頑張ろうって励ましてくれるの。だから今まで頑張ってこられたのかも。そんなことがあったのか。素敵なご両親だな。うん、今のこうやって学校にも通えるようになった私を見て欲しかったな。カノン。あ、なんだか湿っぽい空気にしちゃったね。ごめん、ミナト。いいさ、俺も同じだし。お前の気持ちも少しは分かってるつもりだ。確かに俺たちは互いに家族を失っているけど、今は。うん、私とミナトとフーカちゃん、今は3人が家族だもんね。もう寂しくなんかないよ。学校に行けば友達がいて、昔の面影が残る街を歩いて、ちゃんと帰る家があるんだから、毎日が楽しいよ。そうだな、俺もだ。3人で家族だな。でもそうなるとミナトはお父さんって立場なのかな。この年で親父は嫌だな。兄の役でいいだろ、妹二人だし。だったら私はお姉ちゃんがいいな。ミナトみたいなクールな弟に、フーカちゃんみたいなキュートな妹。ふん、理想の三兄弟って感じじゃない。あ、でもミナトが女の子だったら三姉妹になるんだよね。惜しい。勘弁してくれ。何が惜しいんだよ。もうこんな時間か。冷え込む前に戻らないと。あ、本当だ。懐かしくてつい話し込んじゃったね。家はこっちだな。寒くないか、カノン。うん、このぐらいなら大丈夫。フーカちゃんも待ってるだろうし、早く帰ろっか。さすがにちょっと寒くなってきたな。そうだね、もう10月だし。くし、おっと、こりゃまずいな。ちょっと缶コーヒーでも買ってくるか。缶コーヒー？ あ、あったかい缶コーヒーでも飲めば少しは違うかと思って。あ、そっか。もしかしてご馳走してくれるの？ あ、それぐらいなら俺がおごるぞ。ありがとう、ミナト。でもそれより急いで家に帰ろうよ。え？でも寒いだろ。家に着くまでぐらいは平気だよ。家に帰ってコーヒーを入れてみんなで飲んだ方があったまるよ。それもそうか。じゃ、急いで帰ろう。なんだ？うん、さっきの散歩で気になったんだけど、ミナト君とカノンちゃんって昔からあんな感じで仲良しだったの？ああ、そうだな。まあ、カノンがこっちに戻ってくるまではしばらく会ってなかったけど、それがどうかしたか？
ってわけじゃないんだけどさ、二人で歩いている間ずっとなんかカノンちゃんが楽しそうだったなって。でただ街を眺めてるのだけじゃなくって、ミナト君と一緒だからあんなに嬉しそうにしてたのかなって思ったんだ。そうかそうだよ。っていうかミナト君も楽しそうだったじゃん。そうだな、子供の頃に戻ったみたいで俺も結構楽しかったよやっぱり。それじゃあ二人は今でも仲いい幼馴染。ん？待ってよ。ねえミナト君、もしかしてカノンちゃんのこと好きだったり？は？急に何言ってんだよ。だっていい雰囲気だったじゃない。それにそんな驚いたらカノンちゃん悲しむよ。カノンとは普通に幼馴染だよ。だから女の子として好きかどうかなんて考えたこともないよ。本当かな。さっき歩いてるとことか恋人同士みたいだったんだけど。お前ストレートに恥ずかしいこと言うな。